500万、非課税、オアオオタニとキャッチボール30分をアドンで1年分。どれにする？大谷は容赦なく畜生ボール投げてきそう。大谷とのキャッチボールはうまくやれば500万くらい稼げそう。大谷とキャッチボールできる権利手に入れた方が500万以上稼ぐチャンスあるやろ。10分でも500万ぐらいの値段つきそう。非課税なら500万円かな。課税されたら迷うけどキャッチボール。すげえスピンかかってて伸びてきそう。めっちゃ軽く投げてワイの全力くらいのスピード出しそう。どん兵衛一生無料くらいじゃないと釣り合わんやろ。どん兵衛1年分って高く見ても240万くらいじゃねえか。どん兵衛6万定期。大谷とキャッチボールする動画撮っておけば公開するだけで稼げそう。どん兵衛1年で500万円以上食うから後者やわ。キャッチボールをチャンスに通訳のポジションを奪う。大谷とフリスビープラス大谷のペットになれるのだったら。ご視聴ありがとうございました。